心は踊る千の丸の皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はジャガイモの芽かき、無理に引き抜くと悲惨な結末、正しい芽かきと刺し芽の方法を紹介したいと思います。ジャガイモが発芽したと思ったらボーボーですわ。これ芽の数すごい多すぎると思いませんか？実はですね、この多い芽には理由がありまして、これなんですよ。これを植えたわけですよ。これは去年ですね、去年の夏に、収穫して今年ね、植えてやろうと思ってね、種芋にしてやろうと思って取っておいたのですが、もう芽が伸びまくっておあやくちゃになったじゃがいもでございます。諦めずに植えたら普通に育つんですよ。まあ、普通いうか異常ですけどね、これね。だから普通に芽かきをしていきたいと思います。サイズ収量を揃えるためには3本から4本の芽を育てる、これくらいの成長度合いが芽かきのタイミングなんですけれども、芽かきには、大切な大事なコツがあります。絶対無理やり上方向に引っこ抜かないことでございます。芽の付け根をしっかり指でね、こう押さえつけてね、真横に引いてやれば、あら不思議、簡単に綺麗にスルスルスルと抜けてくれます。真上に引っ張り上げるとね、種芋がねずれてしまってですね、ストロンがちぎれてしまうわけですよ。もうストロン、すでにねストロンの先にはねジャガイモができています。この時期にはこれぐらいのサイズのジャガイモができている。だからこのストロンがちぎれるとジャガイモが育たなくなっちゃうんですね。だから種芋を動かさないように横方向に引き抜く、これがコツというか芽かきの、原則鉄則なわけですね。引き抜くのが難しい時は無理やり引き抜かずにですね、このようにハサミでチョキ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 切ってやれば OK です。とりあえずね、元気の良さそうなやつを3本から4本芽を残します。今回ここでは4本残しました。残した芽はまだ柔らかくてですね、自立が難しいので、ビニ体なんかでひとまとめにしておきます。これで強風に煽られても折れたり倒伏したりすることはありません。茎がしっかりねしてきたら、土寄せとか垂直仕立てとかね、次のステップにゴマを進めることができます。とにかくエイリアン芋は芽がたくさん出すぎます。来年はこの伸びた芽をねカットして発芽数を減らす実験をしてみようかなと思います。芋自体はしわしわでもご覧のようにちゃんと育ちますのでね、安心してください。育ちますよってわけですね。ただしご覧のように出芽数が多すぎます。こんなんはもうハサミでバチバチいっちゃいましょう。で4本ほど残したらビニ体で軽く縛っておく。茎がしっかりするまでこのまま成長させます。芽かきをするときは付け根をしっかり押さえてですね、横方向ですよ、上じゃなしに横方向に引き抜く。しっかり太った芽を3本から4本残すようにします。付け根をしっかり押さえて横向きですね、横に、上ではなく横にスルスルスルと抜けます。簡単に抜けます。上は抜けにくい。残した芽をまとめてですね、ビニ体で縛っておく。まあもう少しね背が伸びて茎がしっかりしてきたら土寄せをします。わしの場合土寄せは、メガ盛り土、ご覧のようなメガ盛り土で、あと垂直栽培なんていうのもね、やってみたいと思います。まあどちらもですね成績は優秀なんですよ。土寄せとかね垂直栽培はねまた改めて、紹介したいと思います。さて書いた芽なんですけれども、これはね捨てずに刺し芽してみましょう。植え穴にねたっぷり水を注ぎ込んでおきます。着根を促すためにね培養土を使いましょう。半分ね種まき培土と混ぜた培養土なんですけれどもね、
これをしっかり土に混ぜ込んで再び水を注ぎ込む。要するにね、ここをねドロドロにしてしまうわけですね。で、海胆芽を用意します。ちゃんと育ってくれそうなやつをセレクトするわけですね。どれか一本どれしようかな、元気の良さそうなやつを選んで指を突っ込み親穴を作ります。そこに海胆芽を差し込みます。で、直立するようにね、周囲の土を押さえてあげます。こうやると再生するんですけど、収量やサイズは落ちますね。これは仕方がない。おさらいしましょう。芽かきの鉄則です。これは芽かき絶対無理やり上方向に引き抜かないこと。付け根を芽の付け根をしっかり押さえて横に引き抜くとスルスルスル思ったより簡単に抜けてくれます。上にね、無理やり引き上げると種芋がずれてストロンを傷つけてしまいます。芋ができません。この時期のストロンの先には先ほどのようにね、もう芋がついてますからね。引き抜くのが難しければハサミでカット。太い元気なやつを3本から4本残して、まとめて、ビニ台で軽く縛っておく。空気がしっかりして、土寄せとかね、次のステップ進むまでこのまま育ててやる。海胆芽は捨てずに再生栽培できますよ。ということで、いかがでしたでしょうか。この芽かきの鉄則というかコツですね、それと刺し芽のやり方、参考にしていただくことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。